感謝会にはキャプテンの川島あいみ選手ら25人と今年引退した及川真優さんが参加し、集まったファンおよそ400人を迎えました。感謝会では2つのチームに分かれて試合が行われ、リーグ戦さながらの熱のこもったプレーに拍手が送られました。続いて行われたミニ運動会では、ファンと選手が協力して行う借り物競争や、しゃもじや箸などの台所用品を使ったピンポンリレーなどを行い、交流を深めていました。めっちゃ楽しかったです。手プルプルでしたよ。嬉しいけど舞い上がっちゃってるんで、ちょっともったいない感じはしました。岡山シーガレッツは今年9勝24敗で12チーム中11位でシーズンを終えていますが、チームは次のシーズンの検討を誓っていました。